まってますね。はい、どうもお疲れ様です。新年一発目の放送なんですけども、後から見る方もね、必ず結構な数いるので、今年もですね、いつも通り前半の30分はですね、慣れ合いの挨拶をせず、そういったのは後半に任せて、前半はテーマに沿ってゴリゴリに喋っていこうと思います。はい、ですね、今日はちょっと事故者というか、まあ、事故者じゃねえな、事故者は治るのかっていうのはありましたけど、それとは別で、事故、保険事故もそうですけども、交通事故にあったらですね、正しい対応をどうすればいいかっていうね、まあちょっと前にそんなような話をしたんですけど、あれは普通のライブで喋ってたんで、普通のライブで喋っちゃうと、なんか見る人がいないんでね、もう基本的にライブはライブしか見ないっていう人しか見てもらえないんで、正しい事故の対応についてですね、こっちの方の、なんていうんですか、一般向けというか、はい、の方で喋っていこうと思います。30分間ですね、よろしくお願いします。はい、飲みました。もう飲みながらそんな話をするなっていう人もいるかもしれないけど、はい、こんなスタンスでやっております。はい、私は、自動車ディーラーで10年、板金塗装10年間、自動車ディーラーでやってて、まあ保険事故がもう大半でしたけども、とにかく保険の事故の仕事をやってまして、その後独立してですね、15年ぐらい自分で板金屋もやってたんで、保険の事故に対する対応っていうのは、事故の対応をやったことありますとか、保険屋と俺はこんだけやったぜみたいなのあるかもしれないですけども、数百件単位ですね、数千件まではいかない、数百件ぐらいはまあ体験というか、保険会社ともやってますし、事故対応っていうのはどういうふうにするのが一番正しいのかみたいなのを、まあ大体やってますけども、前回の話ではですね、まず警察とか、その第三者機関的なところも含めですね、いろんな人にですね、この時こんなことがあったっていうのを知ってもらうためにですね、まあ現場検証的なものも含め、まあ警察はだけどですね、私も経験がありますけども、役に立つか立たないかっていうとですね、日時と場所で誰と誰みたいなところまでは警察はやってくれます。そこから先はやってくれないんで、ここで皆さん結構勘違いされる方が多いんですけども、まず警察の対応っていうのですね、警察を呼ぶのは当たり前です。警察を絶対に呼んでください。相手が呼ぶなって言って、お金払うからもう絶対お金払うからって言って、呼ぶなって言ってもう絶対警察を呼んでください。もう何が何でも保険取られでも何とか賠償するからって、あんまりしつこく言ってきたら、薬物か酒飲んでるかなんか、おまわりさんが来たら後ろめたいことがあると思うんで、まあちょっとそれは逆にこっそり呼んだ方がいいかもしれないですね。はい、ということでですね、まあ警察を呼ぶのはまあ大前提なんですけども、警察を呼んだからといって民事不介入なんで、民事の要は刑事ではなく民事なんで、自動車事故は民事なんで、まあ基本的には何もしてくれません。はい、これ実際私があった話なんですけど、まあ、当時ドライブレコーダーをつけてなくて、自分の車、当時ジムニー乗ってたんですけど、まあジムニーでですね、いつも狭い道を通って通勤してたんですけど、その狭い道でですね、一箇所すれ違えない場所があるんですね。お互いどっちかが譲らなきゃいけないところがあって、どっちかが譲らなきゃいけない、そのすれ違いのこの譲らなきゃいけない時に、多分私の認識が間違ってなければ、私の方が先にその狭い一方通行じゃないんですけど、そこに侵入してたんですよね。そしたら、高齢の方がですね、高齢の方がこう突進してきたんですよ。でそこで私はこうまずいと思って、もうね交通事故の扱ってる件数はもう本当に一応プロ並みだと自分では思っているんで、絶対これは動いたらあかんと思ってピタッて止まったんです。で、その横は通れるかって言ったら多分通れないだろうなと思ったんで、まあ、ピタッて止まったらどうしたらいいかって言ってもどうにもできないんで、
俺はまあバックするだろうと思ったんですよね。そしたらですね、見事にまっすぐ来まして、でもう私の認識で絶対通れないだろうなっていうところの隙間を入ってこようとして、で私はもう 100% 止まってました。でそこで止まってた時に、ガリガリガリってフェンダーを擦られる音がしたんで、もう窓を開けて、ちょっとちょっとと窓を開けて、あのもうかなりはっきりと、あのぶつかってるからって言ったらですね、もういきなりその時点で怒り出して、お前がそんなところで止まってるから通れねえじゃねえかみたいな、まあ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 、ここで頭に来る、あのこれを今の話を聞いて頭に来る人は相当やばいです、相当やばいです。はい、あのそこで頭に来てたら、あの勝てませんもう、はい、まあ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 と、まあまあまあ、まあ保険もきっと入ってるだろうし、この人はまあまあ普通の車、本当に普通の車だったんですけど、あの気をつけなきゃいけないのは、もう全周車の一周全部傷だらけボコボコみたいなのとかね、ガムテープだらけみたいな、それは結構 やばいですけど、そうではなかったんで、まあ大丈夫だろうということで一旦バックして、まあ、話聞きましょうかと、私止まってましたよねと、であそこ通れないんじゃないですかというような話を普通にして、まあ冷静に話は進めた後で、まあとりあえず警察呼びましょうということで、警察に、お互いの言い分を言ったんですね。でまあまあだけど、まあ、まあ私はその確認をするだけなんで、民事不介入なんで、私に言われても困りますというような感じで、ね、おまわりさんはそこで帰ってきました。はい、でおまわりさんに相手の方が言ったのは、まあまあ私は止まってたと、でまあまあそれはもう私がぶつけたんだみたいな話をして、おまわりさんは帰ってきたんです。でじゃあまああとは保険屋さん同士で任せましょうっていうことで、お互いの保険屋さんに連絡して、保険屋さんが来てもらうというか、保険屋さんに連絡を取り合って、でまあ私の車を見てもらって、これこれこういうわけでこうなんですよと、過失がこうなんですみたいな話をして、ああそうですかっていうふうに終わったんです、終わったんです。そしたらその後保険屋さんから連絡があって、相手の人がお互いに動いてたと、もうね、はいこれです、お互いに動いてたっていうふうになると、過失割合どうなるかっていうと50対50になっちゃうんですよ。で私は止まってたんだけど、相手はもう高齢だし、適当なことをまあ言いたかったんだろうよね、まあまあお互いに動いてたんだから、これはお互い様だねというような話を言い出したもんだから、これは言ったもん勝ちなんですよ。これはね、すれ違いとかっていう場合にはお互いに動いてたのかね、いうふうに言ったもん勝ちなんです。でそこで警察に連絡をしても、警察は当然何もしてくれません。あの時あなたは動いてないって言ってましたじゃんって、あ、おお、私は動いてない、じゃああなたは動いてた、で相手は動いてないってちゃんと認めてましたよねとは警察は言ってくれないですね。こんなもんなんで、まあ、そこをね当てにしたりするのはダメなんで、大事なのはですね、ドライブレコーダー、本当にその後にドライブレコーダーつけましたけど、ドライブレコーダーめちゃくちゃ大事です。あと言った言わないなるのも嫌なんで、まあ録音するなり録画するなりっていうね、今スマホがあるんで、しとくのがいいのかなと思います。これはね、後々多分役に立つと思うんで、はい、結構レベルの高い話に今日はちょっとなってきますけど、まあそんな感じでですね、まあ、お互いの言い分は後からひっくり返るという経験をしたという話ですね。でそこからですね、まあ、まあ当たり前に警察を呼ぶっていうところもそうなんですけども、相手がですねどんな保険に入ってるかっていうのも結構重要でして、保険会社もですね、まあ、対応がそれぞれみんなバラバラです、実は結構適当なんですね、保険会社の対応っていうのは本当に適当です、なんでかっていうとですね、保険会社の窓口にいる人は、経験があるかないかは別として、まあ、まあ言ってみたら交通事故のプロではなくって、交通事故を扱うプロではなくて電話対応のプロなんですよ、電話対応のプロなんですね。だから私今バイク屋さんやってますけど、もう本当にね、本当に笑っちゃうぐらい、
なんか世の中の車とかバイクの知識が本当にないです。はい、ただただとにかく保険事故の対応はこうしなさいというマニュアルにとってやってる人たちなんで、で、電話かける人は素人じゃないですか。事故に遭う人、もう基本私みたいなの交通事故の案件をもう何百件も扱ってるような人っていうのはそんなにないんで、普通の人を相手にするんで結構対応が違うんですよね。私が例えば、保険会社に電話をかける個人的に和尚としてかけるのと、もうバイク屋としてとか車屋として、電話かけるのも対応がいきなり違います。もうびっくりするぐらい違います。でまあそういった対応が違うんで皆さんも気をつけてほしいのは、かなりな確率で、本当のことを言わないです、保険屋さんは。なんで本当のことを言わないかっていう と、それを説明する義務がないからですね。聞かれたら答える義務があるんですよ。説明をする義務がないです。だから本当のことを、こういう場合はこういうふうにしてこういうふうにしてこういうふうにすると保険金が手に入りますので、ぜひそういうふうに請求をしてくださいって絶対言わないですよ。そんなこと言う人に会ったことない。だからこっちからはいくらでも言いますけど、いやそれは説明する義務がないんでっていうふうに、聞かれたらもちろん答える義務はあるんですけどっていうふうに言うんですけども、説明する義務と答える義務両方ちょっと教えてほしいんですけどって言ってちょっとね言ったらね困ります。多分相当困ります。で保険会社は困らせれば困らせるほどいろいろと対応が変わってきますんでね、だんだん面倒くさいやつが出てきますけど、まあそれはまあいいとして、まあとりあえず警察を呼ぶっていうね、いうのところからですね、次の対応なんですが、保険屋さんに連絡するっていう対応ところの、まあ、自分がもちろん無保険の人は動画見てどうのこうのって思わないで、むしろ動画を見ないでほしいです。はい、無保険の人は、できればですね、乗り物に乗るのをやめてほしいですけども、はい、そういったところからですね、次の対応になってくるとですね、普通の場合は保険屋さん同士、大体まあ普通任意保険入ってるんで、まあ、バイクはですね、任意保険の加入率が 30% の、車体の排気量によるんですけど、50cc とかね、125以下ですよね。ファミリーバイクとかに入れるとかっていうのはまだ別なんですけど、車を所有してない人の、車を所有していない、125以下になってくると任意保険が 30% ぐらいだったかな、加入率が。ってことは10人に7人は保険に入ってないんで、まあ、こういうのに当たると本当にですね、本当に面倒くさいことが起きます。まあただ一般の人は日本人だし普通に対応というかなんとかできるんですけど、ここでね面倒くさいのが、どうやって無保険の人からお金をもらわなきゃいけないかっていう方法なんですけど、これね、無保険の人に請求するのは本当に高度な知識、まあ経験があった方がいいけど、高度な知識とですね、人脈、これが必要になっていますね。これ何かっていうと、まず保険っていうものがないっていうとどうなるかっていうとですね、自分で請求しなきゃいけないんですよ。個人と個人でやらなきゃいけないんです。これはもう本当にめんどくさいんですけど、このめんどくさいことをやらなければいけないです。まあもちろん保険会社もやってくれる場合も多少はありますけど、まあ相手が無保険の場合はですね、もう大変です。もう。まあ、無免許っていうのはね、実はあんまり関係なくて、無免許だとしても保険さえ入っててくれれば、この保険は降りるんですけど、無免許だとしても保険入ってればいいんですが、無免許無保険になってくるとこれはちょっと大変でして、この場合にじゃあ正しい対応をどうするかって言ったらですね、まず見積もりを作らなきゃいけないです。この見積もりがね大変なんですよ。この見積もりを作るっていうところが大変なんですけど、これを作ってくれる車屋さんとは関係性を作っとかなきゃいけないんで、まあほとんどこの動画を見てる人の約8割は、仲のいい車屋さんとか連絡が取れる車屋さんを知らないと思うんですね。困った時にすぐ頼める車屋さんを多分知らないと思うんです、8割の人は。
なんとなく車検を頼んでるみたいな、なんか近い近いからみたいなのが多いんですけど、いや本当に困った時に見積もりを作ってくれるとか、そこから請求の仕方を教えてくれるとかっていうのはなかなか、まあ板金屋さんとか普通の町、いわゆる町工場のなんか普通の下請けでやってるような板金屋さんに相談してももちろん無理ですけど、まあそれなりにね、お客さんのためにやってくれるような車屋さんとの関係性を持っていれば見積もりを作ってくれるんで、で見積もり料が発生する場合が、車の場合どうなのか分かんないですけどね、見積もり料は本来高いです、本来高いです。で見積もり代の3割ぐらいは払うと思っておいたら、30万だとしたら10万円で3万円、なので、9万円の見積もりみたいな、それ実際修理するんだったらその見積もり代かかんないですけど、ただの見積もりで終わる場合が多いん で、まあ見積もりを取って、そっからですよ、ようやく見積もりを取って、そっからようやく請求なんですよ。あとそっから相手に請求できるんですよね。請求書を送ります。で請求書どうやって送るのっていうかな話になってくるんで、これはですね、記録に残さなきゃいけないんで、全部請求書を送るなりなんなり電話で金額言っても絶対ダメなんで、はい、これは配達記録なり特定記録なりそういった何か記録に残るものを使って請求書を郵送で送って本人が受け取ったというサインを買わないとダメなんで、それを受け取ったらもう受け取ってないとか知らないとかもらってないとかって絶対逃げられるんで、それはそこまでまずはやります。配達記録で特定記録とかで500円くらい、500円前後だったかな、金額忘れちゃったけど、こんな感じの金額のもので、そういうふうにして請求書を送ります。直接手渡しはダメです。直接手渡しは、もし直接手渡しであれば、写真と動画両方使った方がいいですけど、とにかく記録に残すというところからやっといてください。まあ、もっと言えば、立ち会いが必要かもしれないですね。そのくらい、慎重にやらないと、個人同士っていうのは本当に、まあ、要はヤフオクでの取引っていうのは詐欺が横行してるのは当たり前の話なんで、もうそれはそうでしょっていう、それは当たり前でしょっていう、なんか個人売買を手軽にやってる、やった儲かった安かったみたいなのは、それはもうやられて当然というかね、当たり前な状況を作り出しているリスクがあってのヤフオクなのと一緒で、個人の保険のやり取りっていうのは結構めんどくさいです、大変です。で請求を送ります。ただその請求書でどうやって送ったらいいのっていう、その請求書に何書いたらいいのと、請求書の見積もりだけ入れればいいのみたいなっていうのではないんです。だから賠償するにあたって書くことが結構あるんですけど、まあ、日時とか場所とか、車体番号とかなんとか車両の情報とかなんとかかんとかをこういろいろ書くのは、まあもちろん当然そんなの当たり前なんですけど、まあ、それなりの それぞれのそういった対応のその事故による何々の何々を、何々が何々に請求しますっていうのを作るんですよ。でそういったものがもし作れなかったら、まあ、弁護士さん何々なりそういったところに相談しなきゃいけないんですけど、この話はちょっと後でしますけど、でまあそういったものを作って個人で請求しなきゃいけない、これちょっと結構大変なんですけど、はい、まあ保険が入ったらね、本当にこんな話必要ないんですけど、保険相手が保険に入ってなかった時の話ですね。はい、で、そこからですね、そこにじゃあ、ね、書いたことに対して重要なもう一個重要なのがですね、期日を決めるということですね。請求書に期日を決めないと、気が向いたら払いますみたいな、払う意思はあるんですと、払いたいんです、今はないので、気が向いたら払いますと、いやいや払ってもらわなきゃ困りますよ、私の車がちょっと動かないんでって言って、いやいやいや期限がないんでっていう風になっちゃうんで、期限を決めます。まあ大体そうですね、2週間から1ヶ月ぐらいの間に決めといたらいいのかなと思いますね。でその期限を守らなかった場合のことについても書いておかなきゃいけないですね。期限を守らなかった場合に法的手段を取らせていただきますと、その時は、内容証明書が届きますので、
ご確認よろしくお願いしますと。で、内容証明書に、これ大事なんですよ。内容証明書についてご不明な場合は、お近くの最寄りの弁護士、事務所にご相談くださいっていうふうに文言を入れるんですよ。これがすごい大事でして、何かっていうと、バックレイアウトするやつっていうのはもう本当に、知識レベルが極端に低いんでバックレられると思ってるんですね。で、そういうバックレられると思ってる人っていうのは、まあ、日本人の場合ですよね。日本人の場合、もう極端に知識がないけど、知識がないくせになんか弁護士っていう言葉にすごく敏感だったりするんで、これは効果的です。ヤフオクでもぜひ使ってほしいんですけども、期日を決めます。で、期日を守らなかったら内容証明書が届きます。内容証明書についてわからなかったら弁護士にご相談くださいっていう文言を全部入れておきます。そうするとですね、大体の場合はですね、電話かかってきますね。電話かかってきます。すいませんと。お金がないんですと。期日は守れないんですけど、お金がないんですと。で、このパターンが多いですね。はい。で、その場合にですね、もう、お金が払えないという電話の後には、今度は次に猶予ですね。猶予を作ってあげなきゃいけないんで、最初の猶予はここですと。で、次の猶予はここですと。最初の猶予を例えば、じゃあ分割で払ってくださいって言うんだったら、分割で払える金額はいくらですかと。まあ、20万円の修理代を5000円ずつ払いますって言ったらちょっと悲しいんですけど、それでもまあ一応法的にはね、払う意思があるって認められちゃうんですけど、じゃあこれが払えなくなった瞬間にどうなるかっていうこともちゃんと、やり取りで残していかなきゃいけない。あ、電話かけてきた場合にはですね、記録の確認残してください。私もやりました。やりましたよ。めちゃくちゃめんどくさい人とめんどくさいことをやりました。ただ払わない人は払わんね。払わない人は払わん。でも自分が嫌な思いするのが嫌だったら、まあ泣き寝入りしかないんですけど、これは本当に、無免許無保険で外国人だったりすると、基本はまあもう最終的に人身だとしたらもう逮捕されるぐらいのレベルにはなっちゃうと思うんですけど、まあ、それは民事ではなく今度は刑事の方になってくるんであれですけど、まあお金をもらうっていう部分に関しては泣き寝入りしかないっていうパターンが多いかなっていうふうに思います。だけど、じゃあそれは泣き寝入りしたくないって言った場合にはどうするかって言ったら、まず弁護士特約に入るということですね。非常に安いので弁護士特約はつけておいた方がいいです。年間1000円とかだったかな。弁護士特約って言ってですよ。この話を聞いて、あ、そうなんだって言って、弁護士特約かって言って、この、ライブが終わった後、この話が終わった後に弁護士費用特約は自分入ってるのかなとかって調べる人とか、弁護士特約入ろうかなとか、あと前回前言ったんですけど、無保険者特約っていうのがあるんですね。自分の身を守るための保険なんですけど、相手がそういった保険に入ってない場合のために自分で自分の身を守る保険が無保険者特約っていうのがあるんですけど、もう 99% の人はこの話が終わってへーっつって調べもしないです。もう調べもしないし加入もしないです。だけどわずか数パーセントの人でもね、じゃあ保険見直してみようかなっていう人がいたら、まあそういうのをやっておくといいかなと思います。はい。で、ですね、弁護士費用特約の前にこれはね、ぜひやっといてほしいのが、弁護士さんを調べておくってことなんですよ。弁護士、誰？どこ？みたいな。弁護士特約もいろいろパターンがあるんですけど、自分で弁護士さん探してくることもできるんですよ。保険会社に連絡すると保険会社が提携している弁護士さん出てくるんですけど、いろんなランクがあるんです。弁護士さんもいろんなランクがあるんですね。安い案件を扱う弁護士さん、要はそれほど難しい案件を扱ってない、保険の事故とかのあんなの買った案件なんて、保険の事故とかの案件しか扱ったことないというか仕事がない弁護士って、弁護士が法改正ですね、
弁護士さんはですね、非常に免許取りやすくなったんで、余ってます、余ってますんで、保険の事故とかの仕事してる人とか、あとは架空請求とかね、あの辺のやつは非常に安い弁護士さんって言うとあれですけど、うん、そういう人ではなくて、なかなかの、自分で選んだ弁護士さんにお願いしたいなっていうふうになった場合のことも含めですね、この話を聞いた後にぜひですね、調べておいてほしいですね、自分で調べておくっていうのが大事です。弁護士費用特約に入ってたとしても誰に頼んだらいいかっていうのはね、ぜひ相談できる人を身近に作っておくってことですね。これはもう何パターンかある中でもやっぱりね、適当な人は適当です。本当に弁護士さんね、お金にならないことはめんどくさいからやりたくないです。めんどくさいけど、やりたくない人はやりたくないけど、もうね、交通事故の案件とかでね、その揉め事が大好きな人がいるんですよ。本当に戦うのが大好きで、ものすごいね、もう難しいとかめんどくさい案件ほど燃える人がいるんで、そういう人と仲良くなってくてですね、でそういう人が自分の身近にいないという人は、2人私の、弁護士さん、ちょっと知り合いの弁護士さんで2人いますんで、ね、紹介できます、ね、やってくれるかどうかは別ですけど紹介はできます。はい、今別にここで名前も何も言わないですけど、はい、紹介はできるんで、本当に困ったっていう人がいたらですね、この動画を後から見る人もぜひ連絡いただければ、はい、紹介だけは、相談だけはできますんでね。はい、一応事故には普通にあった時には警察を呼ぶ、保険会社に連絡する、レッカー費用は出るのか出ないのか確認する、代車費用出るのか出ないのか確認する、で確認して出るのであれば、過失があるのであれば、何割分は出るとか、そういうの辺を確認して、じゃあ、呼ぶのか呼ばないのかとか、あと人身になるのかならないのかとかっていうようなところで、どうするかみたいなところを話し合って お互いに決めて、でその場は別れるんですけど、もちろんね、免許証の番号を引かれるとかじゃなくて、免許証は写真撮った方がいいですね。絶対免許証写真撮るとか、車検証の写真撮るとか、自賠責写真撮るとか、もうその辺はもう徹底してやっといた方がいいです。これらね、記録に残していかないと、自分の車じゃない時もあるし、本当に適当に嘘ついてる時もあるし、盗難車っていうのは確率的にね少ないかもしれないけど、親の車ですって言って全然関係ないね、血のつながってない、全く保険が下りないような車が乗ってる場合もありますし、なんで、ね、いろんなパターンがあるんで、今の時代は写真撮っておいた方がいいですね。これは普通の対応ですけども、無免許無保険で外国人みたいになってくると、もう逮捕レベルですね。これ人身扱いにするとほぼ逮捕レベルじゃないですかね。国外に逃亡されてしまう可能性があるんで、そこだけちょっと気をつけて、いろいろと日本人のつながりがあるようであれば、そういったところも連絡先などをちょっとその場でね調べておかなきゃいけないですけども、そんなパターンでですね、身を守るための知識っていうのはちょっとつけといた方がいいのかなと思います。はい、でちょっとさらっとね、今日はさらっと喋ったんで、もっと深い話を聞きたいなっていう方がいたらですね、ぜひコメント欄に質問をいただいたら、それに合わせてね、私の知り合いの弁護士さんにその内容についてですね、ちょっとね今企画として考えてるんですけど、交通事故の案件が非常に多く扱うんで、交通事故の案件について何か質問がたまったらですね、いっぱいたまった質問をその弁護士さんと一緒に動画撮ろうかなと思ってるんですけど、多分動画撮らせてくれると思うんですけどね、そういうすごく表に顔出しとか絶対してくれる人たちなんで、はい、2人いるんでね、相談できますんで、コメント欄に質問いただけたらと思います。ということでですね、前半の動画はここまでになりますんで、ぶっ通しで頑張って喋りましたけど、お腹空きました。はい、ここまで、じゃあご視聴いただきありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いします。それでは前半、ありがとうございました。はい、ということでですね、後半に移りたいと思います。
もうコメントいっぱい来てるなと思いながらも、なるべく見ないようにしながら、トークに集中するためにね、コメントを呼ばないとかね、いろいろあるんですけど、まあまあ、あの新年一発目なんでね、ご挨拶もありますけども、まあ、まとめてですね、新年明けましておめでとうございます。本当にこのライブをですね、ずっと最初から見てる方とかね、本当にあのアーカイブで見てますって言われてね、嬉しい限りですよ。本当にありがとうございます。はい、ということで、このお正今年も本年もよろしくお願いします。ではですね、はい、今年もよろしくお願いします。あのね、 YK さん、あの皆さんだけ入れないでほしいです。本当にあの慣れ合いになるのはすごく、もう本当にそれをどうにかなくしていけないんで、あの皆さんだけ入れないように本当に気をつけてください。本当にそれだけお願いします。本当にあの慣れ合いになるとね、本当にファンが離れるんですよ。はい、あの新規もいなくなっちゃうんで、本当にです。明けましておめでとうございます。もう約3年前に相手の車に軽い接触事故で、進行方向の青でゆっくり交差点に入ったら事故されました。相手の車が赤信号だったので、フロントバンパーに軽い接触だったので、相手が直接謝らなかったので腹が立ち、フロントバンパー意識を交換しました。相手の保険会社から電話があり、事情を言ったらレンタカーを借りて 2,3 週間乗っていました。まあ謝るか謝らないかっていうのはもうね、無理ですね。これは無理です。本当に事故に関して、腹を立てるとね、負けになります。これは本当に思いましたね。本当にいつもいつもそうですけど、やっぱ腹を立つと無理なんですよね。もう冷静になれないんでね、常に冷静な方が最終的に、まあ、勝てるというか、なっていうかね、まあ、事故に勝ち負けはないんですけど、ガタショー、初日の出を見に4時に走りに行ったけど、現地は残念ながら曇りで見れませんでした。まあまあ、もう初日の出なんてね、見に行ったことが今まで一度もないんですけど、すごいですね。はい、ワトロさんどうも、けおめでさん、わかりました。ドラレコフル完全装備、そうですね、弁護士で、どこ役大事です。おしょうさん、今年どうする話、頑張れ、おしょう、覚えた、ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ、もうめっちゃ頑張ります。アンケート、おしょうさん、視聴者の皆さんはゆっくり正月過ごせましたか。まあそうですね、僕はずっと仕事してましたね。なんだかんだ7時ぐらいに起きたかな。大体7時ぐらいには起きて、ずっと仕事してましたね。いろいろメルカリの出品とかもやってたんですけど、メルカリの出品を毎日やってると、まあ、質問も毎日来るんで、コメントの対応とかメールの対応とかですね、いろんな対応をしていたおかげですね、新年早々ですね、本当に、おかげさまでいい感じにバイクも売れております。はい、明けおめでとうございます。おめでとうございます。はい、無保険、弁護士とかも両方入ってるの、あ、すげえ。そよ風さんみたいな人がね、いっぱい増えるといいな、ほんとな。なんで保険に入ってないやつのために俺が保険代を払ってそんな特約をつけなきゃいけねえんだって言ってる人に限って入っときゃよかったって思うんですよ、本当に。なんで俺が金を払って保険入ってないやつのためにって、そんなやつからはみたいな感じの、わあ、本当に無駄です。本当に無駄です。特に事故に遭った時に腹を立てると、本当に行動も無駄なんですけど、お金も無駄だし時間も無駄だし、本当になんとも言えない状況に陥ってしまうので、精神的にもったいないですね。弁護士をとやく入ってます。3人でのんびり正月、お疲れ様です。よかったですね。ということで、一旦焼きそば、はい、今日のつまみは焼きそばでございます。今日の焼きそばはですね、あ、たまにはこっちカメラに切り替えてみましょうか。はい、今日の焼きそば、
今日の焼きそばはこれですね。はい、いろんなものが映り込んで、あっちか、温まってる、温まってるね、いい感じに温まってますね。はい、今日の焼きそばはですね、ちょっと関係筋からいただいたんですけど、なんとですね、これ屋台の焼きそばです。屋台風とか屋台風味って聞いたことある？屋台の、本当の屋台のやつです。めっちゃ豪華なやつです。いただきました。ムーン発見者ってどんな人？ムーン発見者っていうのは基本的にですね、社会的な、なんていうのかな、自分は大丈夫的な、楽観的な人が多いんですよ。特にそうだな、世の中の全てのものに対して、なんか、なんでしょう、適当、わかりやすく適当。で、若い人も多いっちゃ多いけど、でも今ね、まともな親がついてたら、別にそんなものには、そんなものぐらい払いますよ、親が。むしろ昔はやっぱり親が払ってくれないからって言ってにもあったけど、まあ、払わないと思いますね。無保険な人のパターンがあるんですけど、田舎で多かったのが、メインに乗る車は保険入ってるけど軽トラは保険入ってないっていう人も結構多かったです。僕も車の仕事してたから分かりますけど、全部に任意保険入ってる人はほぼいなかったです。畑しか行かないとかね、そういうパターンで保険に入ってない人が多かった、すごい。でも田舎はね、基本的に人口も何も少ないんで事故の確率は少ない。都会はやっぱりね、本当に怖い。なぜ屋台が初詣客、なぜ屋台が初詣客、あ、そうそう、このね、屋台焼きそばの麺がなんでそもそも手に入ったのかっていうと、屋台やってる人から、はい、いただきました。ありがとうございます。これは量的に言うと、本当に軽トラック2台分ぐらいの焼きそばが余ったそうです。なので言えばもらえるんですけど、もう量が多すぎて。ただ屋台の焼きそばを食べに行ってないで自分でちょっと食べてみたら、屋台の焼きそばはスーパーで本当売ってないんだなっていうのが久々に食べてみて思いました。うまい。本当に屋台の焼きそばってうまいんだなっていうのは、いかにスーパーの焼きそばが高くて
美味しくないかっていうのを、これが物語ってんだな、やっぱりスーパーの焼きそばをね長持ちさせなきゃいけないっていうのもあるし、やっぱコストの面があるんでね、どうしてもその辺があるからあの味にしかできないのかなっていうのが、たかが麺じゃねえかと思うんだけど全然違ってびっくりした、自己防衛しかしてない。そうですね、自己防衛が一番ですね。無保険者に対しては自己防衛です。これはでも物損の場合はムカつくっていう、自分が買ったばっかりの車をぶつけられたとかって言ったらムカつくって思えるのは幸せなんですよ。ムカつくって言って腹立つみたいな、この野郎って思ってる自分がいるということは幸せなんですね。これはもっとひどいのはムカつくと思えないぐらいもう体がもう本当に大怪我して寝たきりになって意識もなくなってたらもうムカつくどころじゃないですよね。ムカつくっていう感情が持てないぐらい、もうそのくらいされてしまったらムカつくことすらできないわけですよ。でもそういう人は世の中にいるわけですよね。無保険者の無免許無保険者、ただ、ぜひ知ってほしいのは、最悪の場合はまあ究極裁判になるんですよ。この裁判になる場合にじゃあどうするかというと、弁護士さんに相談してこれはもう裁判一応やりますかと、ただ多分無理ですと、いうパターンが多いですね。でこれ裁判になった場合には、相手が住んでいるところの最寄りの裁判所に行かなきゃいけないんですけど、定額訴訟の場合なんか特にそうですけどね、めんどくさいです。とにかく、定額訴訟だったら1日で終わるんですけど、なるべくめんどくさくならんように定額にしておいた方がいいんですけど、がっつりやるんだったらがっつりやってもいいですけど、もうね、裁判所に行くだけでめんどくさいです。だけどまあそれはもう立ってしまったらしょうがないんで、裁判になったら裁判でやらなきゃいけないんですけど、もうそもそも無保険の無免許無保険とかっていう人が、そもそもお金なんか払うのかって払わないですよ。約束したから払うとか払わるんですよ。そんなことは到底取れるものがある方は取れるものなんですよ。ない。やっぱり日頃から気をつけなきゃいけないのは、そういう無免許無保険みたいな人は運転が荒いんで、もう自分がとにかく丁寧に特に交差点に進入するときはもう本当に気をつけてし、交差点を通過するとかね、一時停止があるところは気をつけるとか、住宅街の狭いところは気をつけるみたいな、もうとにかく気をつけるしかないです。どれもできないですよ。自分の車とも対時対策くらいをつけてほしいって無理ですよ。無理。そんなものを期待して、本当に運転してるとね、本当にやっぱ自分が後悔するんで、やっぱ自分の身を守る保険があるんで、まあ最低それぐらいは入っておいた方がいいかなと。保険内容はともかく保険に入った方がいいよね。まあ、保険内容は、まあ、もちろんそうですよね。まあ、一般の人だったら、まあ、とりあえず保険入っときゃね、なんとか、あれですけど。ニヒロさんね、はい。私は飲酒、無保険にツイートさ、飲酒は大丈夫ですけど、飲酒は大丈夫なんですよ。飲酒は別に関係なく、保険は降りるんですけど、無保険が問題なんですよ。飲酒はね、別問題なんですよ。刑事の方なんですけど。無保険の方は民事の方なんですよ。無保険は逮捕されないわけじゃないですか。民事だから。飲酒は刑事の方だからね、あれですけど。無保険はとにかくね、めんどくさいです。でも世の中の若いのは無保険多いですよ。特にバイク、これはもう
言えないんでね、我々もバイク売るときに保険入んないんだったらバイク売りませんってできないんで、まあ、あとは自己責任だけど、その責任は自分だけじゃなく家族も含めて、はい、ちょっとビール持ってきます。まあこの動画を見てるような人には一人もいないと思うんですけど、あの無保険者とか免許無保険で金払わねえからあのやっつけちゃおうみたいなね、あのやからがいますけど、それはあの速攻お巡りさんが来るやつなんで、あの2本目です。あいつ金払わねえから火つけちゃおうとかね、まあまあたまにはいるわけですね、そういうね、なんかやられたらやり返す倍返しだみたいなね。本当あの倍返しドラマが流行るのは人のそういう感情に訴えかける、あれ上手ですね、あれ、うん、人間の中にある、うん、本当にその闘争本能の中に、うん、正義ってあるんですよね、うん、だから、うん、自分は正義だ、自分は正しいって思うとより闘争本能って強くなるんですよ。この闘争本能が強くなった時にアドレナリンが出るんですね。だから、正義のために犯罪を犯す人は本当に多いですよ。正義のためにだって戦争なんてね、戦争やってる人たちは正義で戦ってるんですかね、あれね、母国のため、家族のためみたいな、子供たちのためみたいな、正義で戦ってるんだからな、あんな自分が正しいと思ってなかったらそこまでね、あのアドレナリンが出ない。免許取り消し後の無免許運転と免許取り消し後の無免許運転いますね。まああの一生免許、あの免許じゃなくてなんか一生乗れなくする何かがIT の力でできたらですね、その人が免許を乗った瞬間に車が停止するようになるとか、その人が、駐車場に入った瞬間にシャッターが降りて逮捕されるとかね、うん、無免許で免許取り消しになったら、まあ、人的な何か何かあのいろんなことでね、あの訴えられるかもしれないけど、あその人が例えば免許車に運転できないようにするチップを埋めておくとかね、なんか分かんないけど、この人権問題だみたいな、なんか出てくるの、必ずなんかわけの分かんないやつが出てくるんだけどそういうやつにはチップ埋めとかないと危ないでしょ。はい、どうも、後から入ってきた皆さん、明けましておめでとうございます。最初から見てる人は、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、何回も聞かなきゃいけないんで申し訳ないです。焼きそば俺とほとんどできる量が多すぎです。軽トラックでだいぶ軽トラックにしてだいぶなんで、量が多すぎ。あのね、僕も、聞いたんです。冷凍保存で別にじゃあ、持つじゃないですかって言ったんですけど、屋台の焼きそばっていうのは、冷凍保存する想定で作ってないんですって。だから、全くやっぱこの屋台の味っていうのを、究極の屋台の味は、もう冷凍した時点で屋台の焼きそばじゃなくなっちゃうらしいんですけど、でもね、保存する量が多すぎるんで、今日も早速冷凍しました。はい、諦めました。うますぎ、こんなにうまいものはね、たまたまいただけで
ありがとうございます。うん、相手トラックの仕事をしている、職業ドライバーで飲酒追突して俺は運転のプロで行ってました。飲酒僕のお客さんにね、僕のお客さんに本当にあの保険の車両保険の修理だったんですよ。で、車両保険の修理は、普通に車両保険なんで修理することはできるんですけど、飲酒運転の場合はですね、車両保険出ないので、後からですね、僕は修理した後ですよ、僕は修理をした後に飲酒運転だったっていうことが判明して、修理した後ですよ。で、その時にですね、もう僕は本当にお世話になった、代理店の担当者の方が、もう全額立て替えてくれたんですよ。全額。で、もう本当に、何十万かでしたけどね、全額立て替えてくれて、払ってくれたんですよ、先に。で、その後のこと全然知らなかったんですけど、3年ぐらい経ってからですね、3年ぐらい経った時に、いやー、やっとあの時の支払い終わったよーって言って教えてくれたんですよね。買って帰ってくれたけど3年かけてその人は返済したんですかって言って、ほんとね、ダメな人でねっつって、もう分割でね、僕の代わりに建て替えた後に全部要は回収するまですごい頑張ってくれたなと思って、自転車に保険あるにはあります。あるにはあるんですけど、それはものすごく限られた地域の保険とか役所、市役所とかとか、まあ、すごい民間のちっちゃい団体が作ってる保険とかね、そういうのでは、うちの子供たちも全員それのそういう保険入ってました。自転車のやつは、もっと言うとスキー場に行った時に駐車場で全員をね、もうほんと見るの大変、4人いたんで、もうね、全員スキーの板を担いで歩くんですよ。車にぶつけそうで怖くて、でもそういうのも保険に入ってます。メダカさん、メダカさん、ご無沙汰してますから、飲まないでライブやる方がいいのではないと思う。お嬢さん、ご無沙汰してますから、飲まないでライブやる方がいいのではないでしょうか。なんで飲まないで、だから30分間飲まないで頑張れるようになりました。ちょっとね、全く飲まないわけじゃないけど、それは飲まないでライブをやってたら、まあその時は来たら、じゃあ飲まないでやります。はい、その時は来たら、ね、今はまだ。今はもう、すいません。来週、冷凍で焼きそばがどう味が変わったか、感想で、わかりました。来週は焼きそばの味の違いを、ね、僕レベルでわかるかどうかわかんないですけど、味、てか、すんごいうまくて、あっという間に食べ終わっちゃうね。今日、2玉。うますぎる。飲みすぎで見てられないでしょ。どうしてどう見てられない。酔っ払ってる姿があまりにも恥ずかしい恥ずかしくて、見てられないのかな。
すいません、本当に情けない姿で申し訳ないです。同じ自治会の人に飲酒あって逃げされて、相手保険会社に飲酒なのにお金出るのって伝えたけど、飲酒処理してないみたいだ。基本的には保険会社に、逃げちゃう人いるんですけど、飲酒で事故を起こしたら刑事的な責任は、もちろん、重罪なんですけど、民事の方がですね、保険降りるんで、飲酒でもし事故起こしても安心してください。保険入ってたらちゃんと保険降りますから、相手には、被害者保護というですね、保険の契約の、保険の契約でですね、契約というか、約款の中にですね、被害者保護というね、ものすごい重大な項目があって、被害者を保護するためにはですね、本当にものすごく手厚いものがあります。はい。ただこれは刑事的な責任の方にはものすごい重罪になりますんで、被害者保護を覚えておいてください。はい。来週も焼きそばパーティーで行きましょう。わかんない。なぜ屋台の焼きそばなんですかね。もう麺がね、ラーメンって多分皆さん食べた時に麺の違いぐらいわかるじゃないですか。焼きそばって、焼きそばって麺違うのって思うじゃないですか。もうそれが本当に美味しいラーメン屋さんのラーメンの麺が美味しいのと同じぐらい焼きそばの麺が美味しいです。本当にね、なんだろう、スーパーの焼きそばの麺が高速のパーキングで食べるような麺なんですよ。分かりやすく言うと、高速道路のね、パーキングのラーメンってうまいかまずいかではなく普通なわけですよね。まずいとはさすがに、あれをまずいっていう人は一回本当に自分で味のないお湯のラーメンかなんかこうひたすら食べるっていう訓練をした方がいいんですけど、現代人は本当味覚が良くなりすぎてうまいものかどうなのかっていうのは分からない。1週間断食して高速のパーキングのラーメン食べたら多分涙が出るほど美味しいはずなんで、あれがまずいとは言わないですけど、あれと本当に本番どこどこのラーメン屋さんみたいなね、その好みはあるでしょうけどね、自分が一番大好きなラーメンと比べたらその麺が全然違うの分かるで、もうさすがに、そのくらい焼きそばの麺なのにこんなに違うのかっていうのにびっくりして、あんまり普段は焼きそばの麺を買って焼きそばを家で作んないんですよ。なんでかって言ったら別にうまいと思わないからね、あんまり好きじゃないです。だからやんなかったけど今日はちょっと驚いちゃいました。食べたい人がいたら、本当はこれを販売というか送料だけ払ってくれたら配ろうかと思ったんですよ。そしたら残念なことに賞味期限が1日切れてましたもん。だからもう値打ちにしか出せないって言って、残念ながら、でもそのくらい賞味期限短いでしょ。そういうものだと思ってるから気にならないけど、私はこのライブありがとうございます。だらしがないんですよ、本当に。だらしがないんですよ。メダカさん、僕はそういう、だらしがないけど、
だらしがない、普通の人かな、普通の、多分メタカさんは普通の人だと思うんですよね。多分ちゃんとしなさいっていうふうに育てられて、ちゃんとしなさいって言われて、親にこうちゃんとするって何って言ったら、その人様の前でお酒を飲んで酔っ払ってなんて、そんな人様の世間様の前でみたいな、多分そういう育ち方をしてると、僕も そんな育ち方だったんです。そんな、まあ、ちゃんとそんなでもない、ないか、だけど、まあ恥はかいてはいけませんみたいなのがあったんですけど、でもなんか自分の中ではね、その憧れがあったんでしょうね。やっぱその芸能界とかもそうだし、子供の頃からね、目立つの大好きでしたからね。で、目立ちたいのに目立てることがなかったみたいな。マスキングテープ貼り出す時ぐらいから大丈夫かなと思ったら、ダメですよ。ダメだと思いますよ。だって世間一般にマスキングテープなんか貼っちゃダメだと思いますよ。メダカさんは多分、絶対 NHK しか見ないんだと思うんで、大丈夫だと思うんですけど、最近 NHK でもあれかな、教育テレビしか見ない人にとってみたら、ダメだと思いますよ、マスキングテープなんか。美味しいものを食べすぎて何が美味しいのか分かるなんて、お金持ちが下手物好きになるのがね、まあそういうことですよね。下手物ばっかり食べるのとか、珍しい珍味とかを食べるのとかと一緒なんですけど、やっぱり食に対しての変なこだわりが出てきたら、その上に行くのか下に行くのかっていう表現だとあれなんですけど、例えば美味しいものばっかり食べて、何が美味しいのかわからなくなったら、その下手物を食べるという選択ももちろんあるんですけど、究極に断食してみるっていうのも僕はおすすめですね。あの回復食は意外と美味しくないんですよ。回復食っていうのがあるんですけど、断食した後に急に食べると、もう本当に体受け付けないんですよ。でもそれを回復食っていうので本当に徐々に体を慣らしていくのがあるんですけど、回復食で食べた味噌汁とかね、あんまりうまいと思わないですよ全然。はい、明けましておめでとうございます。もうね、ライブで本当に、こんな明けましておめでとうございますとかっていうのをね、何回も言ってるのもあれなんですけど、でも、おめでとうございますですね。何もないのはおめでとうございます。お客さん、キッチンカー屋台でピザ、お好み焼き、焼きそば始めた人気が、そうですね。実家行った時にね、お好み焼きを作って母と親戚のおばちゃんに振る舞ったんですけど、見事に失敗しちゃって、本当に味付けに失敗しちゃって、ね、僕が作るものってこだわりすぎちゃって、やっぱちょっと利益率が低いよなっていう、もうしょうがないですけどね。利益率が低い、手間がかかる、本当にピザをね、何人分焼いたかな、全部で5人分のピザ作ったんですけど、まあ失敗作を5個作っちゃってね、ちょっとね、申し訳ないことしたなと思いますね。ピザうまかった、ありがとうございます。連続で作ってる時はピザの味加減とかね、全部が完璧だったんですけど、久しぶりに作った時にはもう本当に申し訳ないことした。だからまあ自分でピザまた作る時に
味見をしながら丁寧に丁寧にやろうと思います。本当にあれは申し訳なかった。でもね、難しいんですよね、ピザソースが味がすごい薄い時もあるし、そのピザ生地に使う塩がどんな塩かにもよるんで、そういうのとか分かんなくて味をつけすぎちゃったんでね、あれは申し訳ない。はい、X を見といてくれた方は僕のポストでね、何してたか分かると思うんですけど、横浜の実家にですね、27日の、27日の夜、滋賀県の、ここの滋賀県をですね、27日の夜、出まして、で、夜行バスで横浜に行って、横浜の役所に行ってですね、横浜市民の住民票をですね、転出届を出して、で、横浜市民からですね、滋賀県民になるという、まだなってないです。手続きしてないですけど。っていうのをやってですね、そっから28日からですね、なんと1月の2日まで、こんなに長い期間横浜にいました。で、誰からに連絡してなんとかとかでもなく、本当に実家でずっと仕事してましたけど、はい。まあそんな仕事していながらもですね、やっぱり僕は仕事が好きなんだなというのをこう体感してきましたけど、はい。断食状態後におかゆ食べて栄養状態急変から、脱帽じゃないという話が、歴史します。戦国時代に、なんとか戦で数ヶ月の断食状態が終わって豪華な料理を食べた、食べ物を分化する栄養が足りなすぎて原因でバタバタ倒れていたという、断食しすぎも注意ですな。でも断食しすぎっていうのは現代人においては多分不可能なことなんで、大丈夫なんですけど、ただ断食は経験はした方が僕はいいのかなと思いますけどね。なんか変なものいっぱい食べ、うまいものいっぱい食べて、うまいんだかなんだか分かんなくなってきたら、本当に素朴なものがうまく感じましたね。キッチンカーで商売するためには資格をですね、保健所です。あと、保健所だけじゃなくて、保健所にプラス利権が絡んでるんで、保健所プラス利権のお金がすごいかかります。超めんどくさい。あの業界は本当に、超絶めんどくさい。めんどくさすぎて、もうあの業界本当ダメだなって思いましたね。全国共通、保健所って言葉は一つなんですよ。保健所っていう言葉は一つなんですけど、各、市区町村っていうね、各都道府県じゃないですよ。市区町村レベルで保健所の基準が違うんですよ。もうなんか利権しかないじゃないですか、そんなもの。利権ですよね。まあ利権なのはわかるんですけど、で、何の意味があるんですかってこう言いたくなるようなものが、特に、ちょっと地方には多いのかな。各市区町村の資格がいります。これめんどくさいですね。
食品衛生管理者を持ってればいいだっていう問題ではない。各市区町村にお金を払わなきゃいけないです。販売するためにこれは面倒くさいですね。はい。食品衛生管理者しか知らないじゃないですか、普通の人は。食品衛生管理者で持ってたらダメなんですよ、それは。でもまあそれがなきゃダメですよね。とうとう取らなかったんですよ、やっぱね。営業は、キッチンカーはもうね、作ろうかと思ったけど、ちょっと違うな。あれはあれでしたね、あれはあれ。キッチンカーがどうのこうのではなく、キッチンカーでうまくね、成功してる人もたくさんいるんであれですけど、あれはあれですね、そういうものですね。もう年寄りですので飲みすぎで体壊さないでくださいね。ありがとうございますありがとうございます。いやもう信じられない。もう僕の中で年寄りの基準がないからあれですけど、相当メダカさんはお年寄りなんですね。僕は年は取らないというか、年齢は上がるんですけど、パワーアップはしていきます、ね、していきますとかしていますよ ね、まだね。ちょっと新しいことをちょっと挑戦しようと思ってて、若い頃にはちょっとできなかったんですけど、今だったらできるかなと思う。ちょっとバイクを少し極めたいなって思ってて、若い頃はちょっとねできなかったんで、まあ、この年齢からならいけるかなと思って、ちょっと極めたいなと思ってね、サーキットを予約することにしました。はい、イベントをやります。だからそこでな、年を取ったら、若い頃にできなかったことに挑戦できるようになってくるんで、ここは楽しみですねと思います。同年代だったらこっからじゃないですかね。わかんないけど、若い頃に出せなかった記録は年取ってからしか抜いたことないですよ、僕。ベンチプレスなんて24歳の記録を47歳で抜きましたね。ベンチプレスはもう24歳の時はもうとてつもない数筋トレして、めちゃくちゃジム通ってたんですけど、その時の記録を7キロぐらい超えましたね。年取って、これ覚えておいてほしいんですけど、年寄りになるのは、年齢ではなくて意識が先なんですよね。意識とか、情報によるものなんで、これはちょっと皆さんもね、年取りたくないなと思ったら、絶対に情報に惑わされないってことですね。もういい年なんだからみたいなのを言っとうかっていう人の話を絶対聞いちゃダメですよ。絶対聞いちゃダメです。だって本当に僕が若い時にもう絶対できないなって思ってたトランポリンの技があるんですけど、もう絶対無理だよなってもうずっと諦め続けてたんですけど、50歳になった時にようやくできましたよ。ようやく。もう20代30代の頃はもうな、絶対無理だと思って、そもそもやらなかったしね。そもそもやらないどころか、そんなもう 100% そんなんやったら首の骨折って死ぬわと思ってたやつを50歳で、はい、できるようになりました。これはやっぱり自分の体のコントロールの中に老化というコントロールがあるんですけど、老化のコントロールは
の基本は自分の中にある思い込みですね。思い込みがほとんどなんですよ。だからその思い込みってすごく怖いもんで、年だから年だから、高齢だから高齢だからっていう洗脳がどん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 入ってきて、周りに同年代の人が病気になったり、同年代の人がその老いていったり、同年代の人がこうどん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 そういうことを口に発してる人たちが集まっていくんですよ、これは。で、そういう人たちは常に集まると高齢トーク、高齢ネタ、老化ネタになるわけじゃないですか。で、そういう人たちのそれが、あ、ほらあなたも病気になった、ほらあなたもがんになったみたいな、でこの間私はどこどこの病院に行ってねみたいな、病院と病気と高齢となんかそんな話ばっかりで盛り上がるんですけど、僕は絶対にその輪に入らない、輪に入らないどころか新しいことに挑戦すると。で、年だからやらないのか、年だから挑戦するのか、もうあなたもいい年なんだからっていうふうに言って、やらないのか、あそろそろ年だしな、ちょっとこれ以上ボケたら困るしな、よし新しいことやるかっていうのかは、それは選択ですよ、ね、人生の選択なんで、自由なんですよ、選択は自由ですからね。こっからはだから僕はもう挑戦、ここまで挑戦してきて挑戦しないっていう選択はないんですけど、よいしょ、はい、年だから LPG、はい、ビールなくなったらちょっとハイボールの準備ですね。はい、年だからもう高齢だからもういっぱい飲んどきました。はい、帰ってきました。高齢だから今年もよろしくお願いします。はい、岡部さん、岡部さん年賀状ありがとうございます。ありがとうございます。年賀状いただき、年賀状本当にね、ごめんなさい、やめてほしいです。返せないんですよ、もう年賀状。年賀状昔はね、年賀状作ってたな。あまり飲みすぎないでって言ってるのに、次やっちゃう。お嬢さん大好きです、ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、常にね、前向きっていうんではなくって、全力っていうのもじゃないんですけど、まあ、分かりやすく言うとついついやっちゃうんですよ僕は。ついつい仕事もしちゃうし、
ついつい酒も飲むし、ついついやっちゃうんですよ。だけど、それがいいか悪いか別ですね。あのよくあるパターンなんですけど、行動した方がいいっていうのは分かってるんだ。なかなか行動できない人、この気持ちはすごくよく分かる。でも行動力がある人っていうのは一見すごそうに見えるんだけど、いやあれはね違うんですよ。行動力がある人っていうのはあのその自分が行動したいことに対して我慢ができないだけなんです。自分が行動したいって思っていることはやりたいことだけガンガンやってしまうんです。ついついもうそういうなんかねダメ人間なところをたまにねついつい行動しすぎた結果うまくいっちゃう時があるんですよ。そしたらそれがなんか世の中的に行動力があってすごいねって言われちゃうことがあるんですけど、でもそれってなんでじゃあそれができるようになったのかって言ったらわかんないけどわかんないけどついついやってしまう性格なんです。だから僕はもう休みのなんていうのかな、あのお正月ねずっと休んでる間もずっと仕事してたけど、ずっと仕事できるのすごいねって言われるんだけど違うんですよ。じっとしてられないんですよ。ただそれだけなんですよ。もうずっと本当にね何回昼寝しようと思って試みたんですよ。昼間に酒飲んでもうし今日は昼寝絶対するぞっつって気合い入れて昼間に酒飲んで寝たんですよ。いやーやった昼寝できたと思ったんだけど1時間ぐらいしたらもうパッて目が覚めちゃって、いやー昼寝しちゃったからもう目が覚めてるし仕事しようみたいなついつい仕事しちゃって、ついつい仕事してたら正月早々にその時にね対応したお客さんがバイク買ってくれたりとかね、やらないダメ人間とやっちゃうダメ人間と一緒、どっちも一緒、どっちも好きだね。ただ基本はどっちもダメ人間じゃないんですよ。どっちもダメ人間、やれない行動できないっていうのはそれは行動ができないことが悪いことじゃなくって、慎重なんですよ。慎重な人は慎重な人なりの役目があって、僕みたいな人がついついやっちゃったっつって原発作ったらね、大事故起こすじゃないですか。僕みたいな人間が新幹線作ったら絶対大事故起こすんですよ。作ってみましたみたいな、走らせてみましたみたいなダメなわけじゃないですか。僕みたいな行動が先のやつが飛行機作ったらもう大問題なんですよ。だからそれは慎重な人が何度も何度も試験をして、何度も何度も慎重な人が自分が生きてるうちにはもうできないかもしれないけどお前たちに任せたって言ってリニアモーターカーみたいなのもね、あんな危ねえじゃん、本当危ねえと思う。ああいうのを何回も何回も試験してとかね、そういう慎重な人、臆病な人ほど、重要な仕事が世の中にはあるんでね。僕みたいなのは、とりあえずじゃあ YouTube やっちゃいましたみたいな、いやー失敗しましたみたいな、いやー笑われました、あ怒られましたみたいな、めっちゃ炎上しましたみたいなのね、怒るの僕みたいなのが先頭切ってやって、第2世代その僕の失敗を見た人たちが、ユウさんとかね、ああいうね超すごく正統派な人たちとかが、ヨンシンさんとかもねすごいけど、ああいう人たちがすごくこう丁寧に世の中に配信していくと。で僕は相変わらずずっとこう酒飲んでダメ人間を突っ走るみたいな。でも世の中の人たちはきっとそのダメ人間の結末を多分知りたいんだと思うんですよね。あいつあんなになっててなんかこの辺でもうついにくたばったかみたいなのとかは、そのどっかでね、あれはあれでいいかもしんないけど、ああはなりたくないなっていう人と、
あれはあれでいいなと、俺もああなりたいなっていう、ね、人が両方いると思うんで、まあどっちの人にも役立つわけですよ。あのいいか、ああいう大人になっちゃいかんぞっていう人にとってみたら、あのダメ人間としての代表作として役に立つしね。だ今年本当に本気でチャレンジしようかなと思うのは、めちゃくちゃ速いバイク買いました。めっちゃすげえバイクを買ったんですよ。ちょっと今日昨日と 社長に言ってですね、ちょっと相談っていうか、もう僕の場合相談じゃないんだけど、あの買っちゃったんですけど、いいっすかみたいな、もう買っちゃったというか僕 あの勝手な判断で仕入れたんですけどね、まあ、それを使ってちょっと動画撮ろうかなと思うんですけど、まあ、そういうチャレンジもそうですし、新しいものにチャレンジする中でですね、やっぱなんか周りには化け物がいっぱいいるんです。僕の中ではちょっともう化け物が化け物すぎてあれなんですけど、年齢問わずやばいやつが、あのはやぶさみたいな直線番長じゃないですか、あのコーナリング番長を買いました。コーナリング番長の本当に番長を買いましたね。めちゃ速いバイクでどれだけのんびり走るか安全運転の講習に使おうと思ってるんですよ。でもっと言うと、ステップアップしたい人にとってみたら、まあそのバイクを使ってで次のステップアップも乗ってもらいたいなと思ってるんで、まあまあ高いんですけど、なんかあの練習、本当に練習したい人はあのどうぞ乗ってくださいと、でも自分の買った高いバイクをこけたくないじゃないですか。だから和尚のバイクならいいだろうっていう感覚のちょっとあの和尚ならちょっと許してくれんだろうみたいな感覚の人が乗ってほしいんですよ。私のバイクはちょっとこかしたらちょっと嫌だって、でも和尚ならいいかみたいなね、そんな感じのあのバイク女子が集まってきてくれたらいいなと思ってるんで、はい、あの こかしてもいい仕様にエンジンガードとかそういうのはつけないですけど、スライダーぐらいかな、まあ、つけて、でもそういうのでちょっと練習しようかなと、まあ、自分も練習したいですね。あの自分も含め、世の中の車もバイクも経験してきて思ったんですけど、やっぱり孤独だとよ、みんなあのやめちゃうなっていうのはすごく思ったんで、本当に孤独って何してもつまんないですね。だから孤独にならない環境を作ってあげるっていうのが、まあ、僕の中で唯一できることかなとは思います。だからイベントをやるのは、なんていうのかな、目的としてはもう本当に交流会が目的ですね。交流すること以外に、だから本当は表向きはあのライディングテクニックの向上とかっていうなんかね、あのなんかそういうのあるんですけど、こかしたくないから補助輪つける。補助輪はいいね、かっこいいかもしれない。新たな補助輪は、スピードしたい誘惑にどう打ち勝つか、若いと無理だけど、孤独でスピード出すとやっぱりね、反対車線出ちゃうんで、孤独にならんようにスピードを出すというか、自分の限界は最初に知っておいて、僕もサーキットで最初にやったやつは自分の限界、車の限界どこなのっていうのを知った上で、限界をコントロールするっていうのを、限界をコントロールするっていうとかっこ悪いんだよな、限界を自分で超えるコントロール、あえて超えてみるっていう練習、これがねなかなか楽しいんですよ。そういうのもやってました。サーキットじゃなきゃできないですよ。あの反対車線出ちゃうんだよ、あの行動は、一般道は反対車線出ちゃうから、サーキットだったらできるんで、そういうのをやってましたね。だから
まあ事故って今日のね話にもつながります。事故っていうのはそもそもですね、何かの判断をミスってるのか、そもそも入り口から錯覚を起こしている可能性もあるんですよね。自分がもうそもそも大丈夫と思っている時点でもうね、それは錯覚ですから。で、操作をミスるっていうのはあんまりないんですよ。高齢者の事故とかでブレーキとアクセル間違えるとかってね、報道されてるのは報道はただネタが欲しいだけだからあれやってるんですけど、実際の統計を取ってみると高齢者の事故っていうのは歩行者の事故が多いんですよ。高齢者の歩行者、車で乗ってるとかではなくて歩行者が事故に巻き込まれるケースが多いっていうのは実際の数字では確かに多いんです。歩行者限定にした場合ね、そういうところで言うと事故は多いんだけど、それはもうメディアが作った錯覚ではあるんですけど、でもやっぱその自分の運転に自信がないとか、自分のそのライディングに自信がないみたいなとかっていうのはやっぱりある程度自信があって限界が分かってたら行動はゆっくり走ろうっていう風になるのかな、分かんないけどとは思いますけどね。ただまあ僕はね、ダメ、ほんとダメ人間だったんで、自分のねドライビングテクニックが上がれば上がるほど行動も危ない運転をしてましたね、当時はね。本当に若いうちはアホでしたね。どんだけアホだったかっていうのを考えた時に、正しい部分は一つもなかったですね。アホでしかなかったです。事故もいっぱい起こしたけど、人に迷惑もいっぱいかけまして、もう本当にただの アホでしかない。その当時の僕が今出会っていたら、もうめちゃくちゃ揉めてます。めちゃくちゃもう大アンチになってますね。多分僕は、当時の僕は今の僕に会ってた。そのくらい、若いうちはね、アホでしたね。アホはアホなりに何かの役に立ってたのかって言ったら別に何も役に立ってないと思います。アホでした。はい。まあ今は、だからそういう若者の、ちょっとアホなところも、まあしょうがねえな、当時の自分から比べたらと思いますよ。お客さんと喋ってても本当思うけど、うちの店に来るお客さんは意外とまともな人が多いんで、なんか当時の僕みたいなアホな人が来ないからあんまり、ちょっと当時の話とかはできないですけど、まあ分かりますよみたいなのをあんまり、ちょっと僕ほどのアホじゃないアホな人が来ないからですけど、過去の事故はどんな事故だったんですか？過去の事故？免許取って、免許取って1ヶ月もしないうちに、免許取ってて原付ですね。原付の免許取って1ヶ月もしないうちに、まず1台目廃車にしましたね。早かった。あれも早かった。2週間ぐらいだったかな。原付の免許取ったら1週、もうそっか。まあ今思うと、曲がれるわけないでしょっていう乗り方をしてたんですけど、本当に一瞬でしたね。免許取って最初に買ったら3万円ぐらいで買ったんですよ。3万円ぐらいで買ってもう一瞬で廃車になりましたからね。で、そっから、次のバイクを買って、次のバイクはこかさないように気をつけようと思って、ちょっとゆっくり乗ってましたけど、ゆっくり乗ってたけど、それでも、そうだな、信号を無視したわけじゃないんだけど、信号を見てたら、たまたま見てた信号が2個信号が連続にあって、青と赤の信号がこう重なってて、
青だと思ったら赤だったみたいなので車に突っ込んだりとか、普通に峠を走ってたとか、峠を普通にこうツーリングしてたら前の車が止まって、あ、止まったなと思ったらブレーキが効かなくて突っ込んだりとか、あとは、あ、そうだな、通学の時に普通にブーンって走ってたらもう遅刻するっつって急げーってやって急いでたら一時停止を無視してバーンって目の前に出てきた車に突っ込んだりとか、バイクだけでも相当な数ありますかね。会社に就職してもわずか2分の距離、車だと5分かかるんだけどバイクだと2分で行けるっていうね、そういうところに会社があったんでバイクで行ってたんですよね。でバイクだと2分で行けるんで、もういかに遅刻しないかって言ったから2分前に行けるみたいな、だからギリギリを狙って会社を出るときにはめっちゃスピード出していくんですよ、2分間を。アホだから、なぜなるの理由がない、アホだからですね。はい、これそしたら2分間のそのわずかな距離で、まあ、ウインカーを出さないで右折したこの人に突っ込まれてですね、まあ、空を飛んで救急車で運ばれたこともありますね。バイクの事故はでも骨ちょっと欠けたとか、そのなんか傷だらけになったとかで救急車運ばれたのは2回ぐらいしかないですけど、まあ、そんなぐらいアホです。アホし、って今だったらもうって思うぐらい、あ、いや、もう究極にアホでしたよね。もう、最近冬場でエアコンかけず走ってます。当然ですけどアクセルは軽くガソリンメーターはあまり減らない、室内も暖かいです。でもエアコンは一年中かけた方がいいでしょうか。いや別に、難しい、そうだな、何をもってエアコンを一日中かけた方がいいかっていうのはいろんな諸説ありますけど、エネルギー的にはゼロな、プラマイゼロなんですよね。エアコンをかけ続けてる人とかけない人でエコかどうかとかっていうと、エネルギー的にはプラマイゼロになるようになってるんですけど、これはね、太陽光かな、なんとか原発がどうのこうのとか、そういうのはいろんなこと言ってる人がいるんですけど、エネルギー的にはプラマイゼロなんですよ。何をどう使おうとエネルギーはプラマイゼロになるように中和されていくように、中立中和されるように、世の中は全ては、偏ったら調整されるようになってるんで、人間の数とか人口とかも全部そうですけども、増えすぎたら減る、減りすぎたら増える、まあ、これはもう中立中和全てなんですけど、まあこれは物質の法則の中ではそうなんですけど、まあそれは置いといて、自分はどうなりたいのか、自分はどうしたいのかの方が僕はいいのかなっていうふうに思います。自分はどうなりたい、自分はどうしたいの方がいいのかなと思いますね。自分はエアコンをかけるのがいいのか、自分はエアコンかけないのがいいのか、自分はどっちがいいのかっていう人生を選んでったらいいと思います。から僕のアドバイスですね。例えば、今だとすると、今の私はこっからですね、下道で1時間高速で30分なんですね。で高速道路を毎日乗ったとしても、それを払うお金はあります。高速道路で毎日通ったとしても、それを払うお金はあります。だけど絶対に僕は下道しか選ばない。寝坊した時以外はとにかく下道が好きなんですね。これ1時間以上かかるんですけども、渋滞にはまるのがもう大好きなんです。これはなんで渋滞にはまるのが好きなのかって言ったら、僕は旅をしてるんだっていう考え方に切り替えた。途中から最初はちょっと高速乗ったりもしてたんですけど、途中から旅をしよう、毎日が旅なんだと思って、旅をしてると思ったら楽しくなっちゃって、でコンビニを途中で寄ったりとかですね、ワークマンによって買い物したりとかですね、そんなのをしながら通勤をしているんだけど、これ
全く同じ距離を全く同じ人間が全く同じことを繰り返している日常なのに、どっちが得なのか損なのかとかではなく、どっちが楽しいかどうかで考えていった時に旅の方が楽しくねって思ったんで、旅だったらじゃあ時間かけた方がいいよねっていう考え方なんですよ。だからまあそれは自分であとどう決めるかっていうところは、いいのかな、エアコンにしても何にしても、とは思いますよ。たまにはエアコン動作させた方が、それはメカニカル的な問題では確かにそうですね、エアコンはたまには動かした方がいいです。確かに。ですね、渋滞は大嫌い、そのタイムロスが惜しい。いや、タイムロスっていう考え方が僕もすごくあって、効率を考えるのがすごく好きなんで、朝ごはんをするの、朝ごはんを食べるときに、朝ごはんじゃ、朝ごはんは食べないんで、お弁当を作るんですよ。毎日お弁当を作るときに、効率を考えて、野菜を切ったりして、フライパンで炒めるときに卵を割って、で、それが出来上がるのを待ってる間に歯磨きをしたり、身支度をするんですよね。で、そしたら、それが身支度が出来終わったら料理ができている。で、それを弁当に入れて出発する。っていうのは、これ効率を考えてるんですよね。で、効率を考えていくときの効率の考え方の、なんかね、渋滞が効率が悪いんですよ。仕事してる上で自営業にとってみたら、もう渋滞なんてタイムロスですよ。このタイムロスの考え方はものすごくこう効率で考えた時にはすごくこうイライラしやすいんですよね。で、イライラするのがあんまり良くないことじゃないですか。で、このイライラというものを楽しみに変えることができないかなっていう、ただそれだけです。タイムロスは、100% 朝3時に家を出て、会社に着いた方が、タイムロスはないんですよ。3時とか4時に出たら、高速道路と同じぐらいの速度で会社に着けるんで、もうそれはタイムロスっていうものだけを考えたらそれが絶対ベストです。で、昼間はもう極力動かない、夜夜中しか動かない、夜夜中しか働かないみたいな感じのタイムロス的にあるものは考え方としてはそうなんですけど、効率的にはそうなんですけど、人生的に考えた時に人生的に幸せを感じられるのはどこなのかなっていった時に、渋滞を楽しむっていうのはめちゃくちゃお得なんですよね。楽しむって何みたいな。前にちょっと言ったかもしれないですけど、渋滞レースっていうのがあるんですね。渋滞レース。これはもうめちゃくちゃ楽しいんですよ。もう本当にですね、F1 のミュージックが頭の中で流れて、古舘伊知郎がもう実況が始まるかのように、渋滞の中で、左の車線と右の車線、まあ3車線あったら3車線で決めた車同士で、勝手にレースを始めるっていうね。で、車線変更は、禁止なんです。どの車線を選ぶかは自由なんだけど、車線変更は禁止なんで、そこからレースはスタートするんですね。で、この渋滞の中でね、もうこれをやってたらめちゃくちゃ楽しくて、もう本当にこれがね、面白くて面白くて、渋滞が始まった瞬間に僕はいつもそれをやるんですけど、まあ、そういうふうにしてですね、人生を楽しむと、ロスしていたことがゲームに変わるんですよ。ゲームに変わるんです。だからそういう考え方で言うと、全ての出来事は、
ゲームの一つなんです。起きてる出来事は全てなんとかゲームなんですよ。人生ゲームのゲームなんですよ。でそう考えられるようになると、まあ嫌な出来事もサイコロ振って、よし次はこの目を出すぞって言ってサイコロを振り続けるだけなんで、嫌な出来事が教えてくれてるのは、次はいいことあるぞっていうお知らせ、だと思うんですよね。私も最大の事故は18歳の時に琵琶湖に墜落した事故。なかなかでかいな。なかなかでかいな。渋滞で削られた時間やれることが減る。いや、渋滞で削られた時間やれることが減る。自営業的な考えだな、やっぱな。自営業的な考え。僕が自営業で車屋さんやってる時はずっとそのこと、その子のことにしか考えられなかったな。だから僕は渋滞の時間に、車の中でカメラもいつも持ってますけど、渋滞の時間に動画を回せば、それが、無駄な時間にならないし、削られることにもならない。で渋滞の時間にできること、渋滞の時間にできることって言って、渋滞の時間にできることをどんどんやってったら、それは確かに効率的にめちゃくちゃいいんですよ。めちゃくちゃ効率的にはそれはそれでまたさらにいいんですけど、もう究極最近は渋滞の時間に旅をする、景色を見るみたいなこと、毎日同じところの景色なんだけど違うところを探すとかっていう風にすると旅になるんだと思うんですよ。時間が削られる。旅は削るもんじゃないですからね。旅をして、例えばタクシーでお寺を回ったら5分なのに、歩いたら1時間2時間みたいなところを削るんですかってならないじゃないですか。もうなんかね、すごい京都とかね、すごいいい街ですけど、電車新幹線乗ってわざわざ京都まで行って1分1秒を削るのはどうしたらいいのかって考えないじゃないですか。それと一緒なんですよね。だからその考え方って結構難しいですね。毎日のことなんだけど、毎日のことを楽しむことができたら人生が楽しめちゃうっていうね、なんかすげえ、なんかとんでもない映画を脚本したかのような監督気分ですよね。エアコンの故障で修理が高いイメージがあるっていうのは、僕のエアコンの故障の修理はめちゃくちゃ高いんじゃないですかね。多分まあ何十万ですよね。何十万の話だと思います。エアコンのガス漏れとかってさ、結構大変ですからね。だから朝ラッシュ中は移動しない、そのため寝坊する、そのため、あ、まあまあまあ、それは選択肢ですよね。寝坊することができる、寝坊することができない仕事の人っているんですよ、当たり前に。だから寝坊することができない仕事を選ぶというのも選択だし、寝坊することができる仕事を選ぶのも選択でも、選択の中に必ずついてくるのが、じゃあ寝坊してもいい仕事がいいなと思ったら、寝坊したことがいい、寝坊してもいい仕事にの、責任がついてくるってことですよね。白バイ女子大会で急停止してからの立ちこけ、ほとんどおちびちゃんかなと足の短いお手が言っている。急停止してから立ちこけ、それは白バイ女子大会っていうのと、それはどうなんだろうな、どうなんだろう。そんな立ちこけするんだ。すごいな。僕は結構白バイ隊の動画とかは好きでよく見るんですけど、やっぱなんで見るかって言ったら、あのプロレーサー的なやつはレベルが高すぎてあれなんですけど、白馬隊のとかは身近なんで、ね、普段使えるんで見たりはするんですよ。行列ができるのが理解できない、行列ができるラーメンが理解ができないのではなく、
行列に並ぶために行くっていう、これがなんていうんですかね、行列ができないところに行ってラーメンを食べるだったら、今の日本はラーメンはどこでもうまいんですけど、行列に並びに行くんですよね。行列に並びに行く、理解ができないということの気持ちはすごくよくわかります。僕も大っ嫌いなんで、僕行列ができるラーメン屋さんに行かないです。大っ嫌いなんで、行列ができるんだったら別に、むしろ食べない、食べない、コンビニですもう買わない、食べないっていう選択ですけど、ただ行列に並ぶ人の心理があるんですよね。昔東日本大震災の時にガソリンが一時期なくなって、あの時なくなってなかったんですけどね、給油を楽しむ人たちが増えたんですよ。給油を楽しむ人たちはただ増えただけで、給油では燃料がなくなったわけではなくて、給油を楽しむ人たちが増えたんですよね。あの時並んでた人たちの心理は何かって言ったらですね、並ぶのが好きなんですよ。これがね、難しい心理なんですけど、並ぶのが好き、 なぜか一定数いるんですよ、この並ぶのが好きな人。これは日本人にもたくさんいますけど、並ぶのが好きなんです。並ぶのが好きな人に理解できないっていうことは、一緒、僕も理解ができない。でも並ぶのが好きな人がいるんだっていうことで、あ、そうなんだって思えたら、あの人たちは並ぶのが好きなんだって言って許せるじゃないですか。許せると体も緩むんで優しくなるんですよね。ただそれだけです。許せる、理解しなくていいじゃん、許せばいいです。渋滞なかなか進まないときに少し、寝ると気持ちいいですよね。ああ本当だね。僕は人生経験で初めてですね、友達が引っ越しだったんですよ。友達が引っ越しで、あ、引っ越しなんだっつって、俺引っ越しだからちょっとごめん、ちょっと遊びに行けねえわっつって、あ、そうなのっつって、じゃあ引っ越し手伝おうかって言って、僕は車を持って、友達は車を持ってなかった。じゃあ荷物を積めるだけ積んでいこうって言って、友達の家に行って荷物を積めるだけ積んで、静岡だったかな、神奈川県から静岡までちょっと引っ越しするのに荷物を運んでたんですね。で、荷物を運んでたら東名高速で渋滞になってですね、しばらく動かないなと、ほら随分動かないなって。でしまいにはですね、3時間ぐらい動かねえなこれっつって、でたまたまその時積んでたの荷物が漫画だったんですよね、友達の漫画が。でもずっと漫画を読んでたんですよ。でもひたすら渋滞してもう動かないから、本当に動かないから、そのままずっと漫画を読んでたら、ついに寝てしまってですね、もうその高速道路で何時間寝てたか全然覚えてないんですよ。もう漫画読んでる時点で3時間ぐらい経ってたんですけど、何時間寝てたんだか覚えてなくて、で明るくなってきて朝ですね、パッとこう目が覚めたら、あ、朝だって思った時に、あ、いかんいかん寝ちゃったと思ったんですけど、でしばらくちょっと渋滞してて 寝ちゃったと思ったら、そっからですね、突然こう車がだんだん動き出して、そもそも一体何があって何の渋滞だったかは分かんないですけど、何時間寝てたか分かんないけど、高速道路でですね、漫画を読んで何時間か寝たことがあります。すごい渋滞、あれは渋滞っていうのかどうか分かんないんですけども、本当にすごかったですね。僕がいたところはまあまあ真ん中より先頭に近かったんで、後ろの方は一体何キロ並んでたのかっていう、それは想像がつかないですよ。そんな経験をしたこともありましたけど、でももう思い出ですよね、本当に思い出。渋滞したことがどうのこうのじゃなくて、思い出ですね。
和尚さんは覆面に捕まったことは、パトカーはあるけど覆面はないかな。パトカーはあるけど、パトカーに捕まったのは高速道路を、あと80キロの高速道路、80キロ制限の高速道路を100キロで走ってたら捕まったことなんですよね。で、自分がなんで捕まったかわかんなくて、なんで捕まったのかが、だって80キロの道路を100キロだったら周りの車が全員100キロで走ってるんで、えっと思って、最初なんだかよくわかんなくて、なんかバンパーが外れてんのかなとか、なんかいろんなゴミ袋でも引っかかってて、ちょっと危ないですよって、なんか止められたのかなとか、なんかいろんな想像したんですけど、スピード、まさかのスピード違反だったのに、80キロ道路で 100キロ走ってたら捕まったっていう、そういう経験はありますけど。基本は、おまわりさんに捕まるような運転しかしてなかった、若い頃は知らんけど、エンジンかけっぱなしで始動、制限給油、なるほどね。あの時にオイルショックのトイレットペッパー、オイルショックのトイレットペッパー知らないです。僕はその年代じゃないです。並んでまで食べようとは思わない、時間をずらして、ずらせばいいと思う。3時から5時ぐらいがおすすめです。いや、それはだから効率を考えるっていうのはすごく 正論なんですけど、正しいし、それが普通だし、それは正論だから、正論っていうのはなんか話を聞いたら絶対正しいんですよね。正論って絶対正しいんです。だけど、例えば海外旅行に2泊3日で行った時に、2泊3日の2泊3日間、観光して買い物して美味しいものを食べる人と、2泊3日の3日間ビーチで寝てる人、さあどっちが効率いいでしょうって話なんですよ。どっちが効率いいでしょうって話なんですよ。これは日本人はもう圧倒的に観光に行って買い物して、時間の限り目いっぱい動くんですよ。日本人のほとんどはもう効率で動くんですね。もうだけどやっぱり外国的な考え方っていうのはのんびりするんですよね。のんびり。日本人って働き者なんですよ、もともと。働き者の本能が多いんで、だから効率で考えるんですよね。だから効率で考えると、行列に並ぶのは考えられないとかって思うんですよね。でも、外国の人からすると、それを楽しむんですよね。並んで食べる、あと何番目まで来た、あと5番目だみたいなね。だから両方のタイプがいるんです。タイプがいる、ただそれだけなんです。タイプがいるんです、ただそれだけなんです。でもこれを理解する、両方を理解するってね、なんか自分の中にの、俺はこれが許せない、これは俺のこだわりみたいなのと一緒ですよね。料理もそうじゃないですか。こんなうまいものが食べれないんだよっていうのと、こんなまずいものが食べれないんだの、食べれないのかっていうのを人たちが二人で話し合うのと一緒なんですよ。俺はこんなに納豆が好きなのにって言って、俺はこんなに納豆が嫌いなのにっていう人が二人で話し合ってるんですよ。この状態を、俺は行列が絶対に許せないみたいな、行列で食べる人はもう信じられないっていうのと一緒なんですよね。自分が一番好きな食べ物を、自分が一番好きなものを一番嫌いだと言ってる人と話し合ってるんですよ。何を話し合ってるんだ君たちはみたいなそれと一緒なんです。すべてのものに、すべての出来事に、すべての趣味に、すべての時間に、好き嫌いがあるんですよ。それを
歩み寄ってあげれたら素敵だよねっていう話ですよ。ガソリンスタンドも言ってた、普段的に1時間ぐらい並んで5リッターぐらい給油したと、5リッターのとか問題は5リッターじゃないんですよね。5リッターを入れたいんじゃなくて並びたいんですよ。並びたいの、もちろん仕事の人からしたら迷惑なんですよ。俺は仕事なんだ、俺はもうこれで飯を食ってるんだっていう人と、俺は年金暮らしだし、もう別にのんびりしたいし、だけどなんかちょっとに非日常を楽しみたいなっていう人が混ざっちゃってるんですよね。これはまあしょうがないですよね。だからもし何か制限をつけるとしたら、あの20リッター以下の人は、リッターいくらです、20リッター以上の人は、リッターいくらですとかっていうふうになんか分けるしかないですよね。もう値段を10倍にしたらいいと思いますよ。単純にそのくらいなんか極端なことをしてあげたら、まあ、それでも払ってくれるんだったら並びたいならどうぞこちらに並んでくださいっていうね。外国人は飛行機代もかかるから、行くならゲストハウスの安価で長時間滞在が多いのは、でもバカンス、どうなんだろう。でもまあ外国人基本的にのんびりしてる人が多いかな、わかんないけどまあせっかちもいますけどね、人それぞれかな。またまた日数を取って旅行ができればのんびりする人も増えるから、またどうなんですかね、どうなんですかね、わかんないけど、わかんないけど、またまた日数を取った方がのんびりできるのか、一日しかなくてものんびり旅をするのかって、ラーメンに並ぶのと同じだと思うんですよね。今日俺休みだから一日かけてラーメン食べに行こうっていうのと同じだと思うんですよ。俺絶対今日一日の、夕飯にあのラーメンを食べるんだって言って一日かけてのんびり徒歩だかバスだか電車だかでなんか旅をして何時間も並んでラーメン食べて帰るみたいな、一日だったとしても旅ができる人っているんですよ。一日だったとしてもね、ただこの一日があったら、仕事をあれやってこれやってこれやってこの一日でここまで進めたら次の日にここまでできるみたいな、なんか効率効率っていうのも、まあ仕事人間だとして自営業だと特にその考え方がどうしてもあるんで、それは別にいいと思う。それはまあ僕もそうですからね、僕も完全に自営業タイプなんで、ただこの効率で考えすぎる僕の性格からするとどうしてもやっぱり効率効率に行きがちがちなんです、行きがちなんです。そうすると効率が悪いものとか効率の悪いことをしている人とかラーメンの行列に並んでる人を非難とか批判しがちなんですよ。それが絶対僕はやりたくないんですね。その人をバカにする傾向に行きがちなんですよ。だから渋滞を楽しめる自分になるとかね、何かこう非効率なことを楽しんでる人をいいねそれはって言えるようになるという第一歩が、無駄なことをするということなんです。だから高速道路で行けばいいのに、高速道路で通うお金はあるのにあえて渋滞をはまりに毎日、だってコンビニ1時間の1時間の通勤でだいたい毎日コンビニは 2回寄るんですね。コンビニに2回寄って、であえてコーヒーをちっちゃい S を買って、でそのコーヒーが飲み終わる頃の次のコンビニでまた S を買ってみたいな、まあ、そんなことを無理やりというかそれをわざわざ楽しむんですね。で買いもしないのにコンビニの中でうろうろするんですよ。これもやっぱ商品を見てなんかああこんなのあるんだとかっていうのとかね。で時々ワークマンに行って買い物をする。ワークマンはね、ワークマンは個人的な趣味ですね。そういえば日中リフトの回転の続き動画は出さないでしょうか、次の動画と、いやー
そっか、そっか、日中リフトか。あれはね、日中リフトはあの後本当は行く組み立てる予定だったんですけど、あの後組み立てる前に、ちょっと資金的な諸事情があってですね、僕はクビになってしまったんです。だからね、あの後クビになってしまって、あの組み立て作業の時はね、残念ながら、直接関わることができなくてですね、で滋賀県に来てしまいまして、まあ途中の動画が一応なくはないんですけど、途中の動画がね、いまいちですね。いまいちもいまいちすぎて、なんかね、中途半端を通り越して、なんとも言えない動画なんですよ。本当にごめんなさい。あの後は基礎工事ですね。ひたすら基礎工事なんですよ。とにかく基礎工事で、3日間か4日ぐらい基礎工事だったんですけど、結局その資金的な面で、お金がちょっとそこまで出せないって言われちゃったんで、そうクビになっちゃったんですよ。クビになってしまったんで、僕はそっから先やってないんでごめんなさい。リフトね、立てたかったですね。立てるとことか動画撮っといてくれたらね、それだけでもよかったんだけど、残念、本当に残念ですね。今日は視聴者さんと新年会ライブ、ありがとうございます。新年会ライブってのもなんか響きはいいですね、確かにね。結局今年の4月からまたガソリンが上がるんでしたっけ。ああ、どんどん上がってください。どんどん上がってください。もう燃料はどんどん上がってもらっていいと思います。燃料が上がるっていうのはすごくいいことなんで、悪いことがあるとしたら、燃料が上がって確かに困ることはたくさん出てくるんですけど、必ずいいことって絶対出てくるんですよ。必ず。だからそこに、いい方のところの部分を捉えることができるのか、それが悪いこととして捉えられていくのかっていうのは別の話なんで、上がったらいいと思います。上がったら上がったで、上がったなりに何かがいいことしか、多分絶対いいことがあるんで、ドリーム燃料は繰り潰したんですこれ。いやー、どっかで出てくると思いますよ。どっかで出てくると思うんですけど、もうだね、水から電気を作るところってね、はるか昔に開発されてたじゃないですか。今まあ YouTube だよね、いっぱい検索すれば出てきますけど、そんなのがいっぱいありますからね。でもまあ、すべてをこう、本当にいいか悪いかは別としてね、全部をひっくるめて、はい、必ず自動調整が行われるんです。この自動調整っていうのを行われるっていうのが、それが50年とか100年の周期の自動調整なのかっていうのは分かんないですけど、でも自動調整は必ず行われて、本当に、いいものだけが最終的に残るっていう風になってきますからね。スタップダイブもうですね、本当にいいものだけは残っていくんでしょう。あくびをするという自動調整ですね。もう寝なさいという。あ、もうこんな時間じゃないですか。10時24分のやつですよ。EV 化事情でどうなってます ?EV 化事情も、一回やって失敗して、失敗を繰り返して、なんでしょう。ニッカド電池と同じ現象だと思います。ニッカドの電池って、じゃあ大失敗だったのかって言ったら、ニッカドと大ブーム、大ブレイクだったんですよ。でもすべての商品がニッカドで、コードレスが誕生したんですよ。もう、すごくないですか?コードがないんですよ。
昔とにかく何でも高度だったんです。ヒゲ剃りからラジコンから何から全てコードがついてたんですよ。あれがコードレスになったんですよ。ニッカドですよ今。じゃあニッカドの電池使えますか。あんなもの、あんなもの使える人います。あんなものニッカドの工具なんか最悪じゃないですか。でも僕はたくさんニッカド製品持ってましたよ。今使えないですよね。今使えないです。でもじゃあ今どうですか。リチウムですね。ものすごいですね。リチウムの工具を使ってますよね。すごい便利じゃないですか。リチウムの工具は便利ですよ。中華製だとしてもリチウムの工具便利じゃないですか。で今あの時に日課堂の電池がすごくこう賛否分かれてた時代ですよ。賛否分かれてものすごいこう賛否分かれてたんです。あんなもの工具じゃ、工具はあんまりそんなものコードにつながないと無理だわみたいな、みんななんかねドラムコードを引っ張る時代があったんですよ。ドラムコードを引っ張る時代があったんですからね。どうですかね今。今何かが変わったと思うんです。これも同じですね。全く同じです。こっから電動化になるのかどうかわかんないです。ね、10年経ったらガソリンなんていう危ねえものを車に入れて走ってたんだぜお前らはみたいな、時代が来るのかもしれないし、どうなのかわかんないです。ただ時代は常に自動調整が行われながらいい方に向かってます。いい方に向かってます。悪い方には向かってないです。いい方に向かってます。例えばそうだな、やっぱり、効率的なものとか無駄なものとかを究極に考えたら、気候がすごくいい、なんだろう、エアコンも暖房もいらないちょうどいい気候がいい地域に住んで、葉っぱで洋服を作ってなんかのんびり暮らしたら、なんか自給自足でそこでね野菜でも何でもとにかくそこで自給自足で暮らせるような町を作ったら、めちゃくちゃ効率いいじゃないですか。で仕事するって何って言ったら、仕事をして稼いだお金で飯を食って、飯を食って何のためって言ったら生きるためですよね。だからラーメン屋で並ぶのが効率が悪いかどうかっていうより、こう究極の効率は生きていけばいいだけなんで、究極の効率はだから草原で南国でなんか裸に近い状態で自給自足みたいな、これ究極に効率はいいんですよ。無駄もないしロスもないし、もう本当に究極にいいんですけど、人間はねなぜかねそこに行き着かなかったんですよね。なぜか人間はそこに行き着かなかったのは、これは、今実験の過程だからでしかないですね。これはシミュレーション仮説でいうところの、第4世代だったかな、第5世代だったかも忘れちゃったけど、動物から進化した人間が今第5段階くらいの実験に入っていると言われているのがシミュレーション仮説ですけど、まあそういうの好きな人は調べてください。今もう我々がもう第何世代なのか知らないですけど、はい、次行き着いた、スマホを手にさ、あのスマホを手にしたと思ったら大間違いですよ。スマホを手にさせられた状態で実験させられてるんですよ我々は。このシミュレーション仮説の中で人間はここまで文明が発達するとどうなるかという実験の中に参加させられてる状態ですからね。インターネットというものを与えたらみたいな、はい、ちなみにインターネットですね、はい、今このインターネット、皆さんが見ているこのインターネット、はい、私はついに100メートルのケーブルを使ってですね、有線になってます。そういえば言い忘れた、これ有線なんですよ。
電波の調子がいいと思ったら、どうも調子いいと思ったらです、ね、これ有線です。さすがに50メートルぐらい引っ越ししたんで、結構距離あったんで、この距離引っ越ししたらちょっと無理だなと思ってですね、社長に言って有線引いてもらったんで、これ有線なんで安定がいいです。はい、だいぶねもう脱線して10時半になっちゃいましたね。これはちょっとあの新年早々の一発目なんであれだったんですけど、グダグダって長引いちゃいましたけども、この辺でちょっと終わりにしていかないといけないなと思いますんで、また来週ですね、通常通りのライブを、まあ、今日も通常通りで行きましたけど、来週も通常通りですね、やっていきたいと思います。ということで、皆さん、おしょうタウンとおしょうですね、本年もどうぞよろしくお願いします。はい、皆さんちょっと早いですけど、良いお年を。明けましておめでとうございます。